このお願いは迷惑だったかしら。でも私がいきなり現れたらみんなかしこまってしまわないかしら。もし参加者の誰かを驚かせてしまって、せっかくの楽しい宴を台無しにしてしまったら、私の本意に反する結果になってしまうわ。その、少し考えさせて。わかったわ。ええ、決めたわ。自分でみんなに礼を言うのを勧めたのはあなたでしょ。だから少しあなたの体を借りることにしたわ。悪く思わないでちょうだい。ツルクサだって壁を伝ってより空に近い場所に行きたがるものだから。みんな、目が覚めたのか。ちょうど食べ物を取りに行こうと思ってたところだ。私よ。その声、ナヒーダ。なんだなんだ、どういうことだ。まさかグランドバザールでクラクサ・ナリレビ様の意識と対話できるとは。面白い。これも宴の余興の一つか。いやいや、絶対違うよ。あなたは本当にクラクサ・ナリレビ様ですか。こんにちは、ニード。私のことを知ってるのですか。ええ、あなたたちのことは全員知っているわよ。ニード、アルハイゼン、セノ、ディシア、パイモン、それからドニアザード。クラクサ・ナリデビ様。こうして勝手に旅人の体を借りたのは、直接みんなにお礼を言いたかったからよ。身の安全を顧みず、教令員、賢者、博士、残票、さらにはスメール全体をも敵に回すリスクを冒してまで私を救ってくれて本当にありがとう。もしも今回あなたたちがいなかったら、もしも誰か一人でも欠けていたとしたら、私は今よりもずっと大きな苦境に立たされていたでしょう。私だけでなく、スメール、そしてテイワット全土がさらに深刻な不幸に見舞われていたかもしれない。あなたたちのことを人々は神を救った英雄と呼んでいるけれど、私はその言葉がとても好きよ。あなたたちの身分を説明しているだけでなく、あなたたちと私の関係も記録しているもの。私の心からの感謝をどうか受け取ってちょうだい。クラクサ・ナリデビ様はスメールのためにたくさんのことをしてくれました。それに比べて私はあなた様のために何かできたことなどありません。そんなこと言わないでください。ドニアザード、あなたの受けた病は私のそばに付き添い、私のために祈ってくれた証よ。本当にありがとう。こんなにも仰々しくしていただく必要はありません。もとよりあなた様を守ることが俺の責務ですので。教令員と宗神様の関係は元からこうあるべきだったものだ。我々は当然のことを行い、間違いを正したまで。そうだな。神なのにそんな謙虚だなんて、そんなに気を使わなくてもいいと思うぜ。この計画に参加できて、私とても光栄です。あなたに捧げた踊りを気に入っていただけたら嬉しいです。ありがとう、みんな。本当に感謝しているわ。
ぐっすり眠れたか？ナヒーダがいなくなった後も結構たくさん食べてたよな。お前も食いしん坊になってきたみたいだぜ。つまり食いしん坊の分野ではオイラがお前の先生ってことだな。よし、目が覚めたことだし、ナヒーダに話を聞きに行かないか。この時間は教練員にいるはずだよな。何か質問があるならナヒーダに聞いてみようぜ。こんにちは。昨晩は本当に楽しかった。まるで今も水面の上を漂うろうそくのように幸福と愉悦の中に浸っているようだわ。オイラたちもだぞ。それでお前と話がしたくて来たんだ。そう、何か知りたいことでもあるの？本当に？まだ一つ聞いていないことがあるんじゃないかしら。え？それってあなたの妹さんについてよ。あなたが休養していたここ数日、世界樹の中からあなたの妹さんについての情報を探してみたの。そうだな、世界樹にあるのはテイワット大陸にある全ての情報と記憶だろ。こいつとこいつの妹さんは例外なんじゃないか。あなたについてはその通りよ。確かに世界樹にはあなたについての情報が全くなかったわ。でもあなたの探しているあの血縁者はあなたとは違うみたいなの。この世界は確かに彼女についての情報を記録しているわ。なんだって？言い換えると、彼女はこの世界の人間なのかもしれないわね。それはおかしいぞ。お前ら二人とも、テイワット大陸に来たの？私の触れられる記録の中では、あなたの血縁者は突如としてカーンルイヤに現れたの。カーンルイヤの災いの後、彼女はテイワット各国を巡る旅に出た。でも、彼女の旅が終わりに近づいた時、世界樹にある彼女についての記録がいきなりぼやけたの。ぼやけた？何かに遭遇したのかな？確かなのは、誰かが何らかの理由で、意図的に彼女の運命を隠しているということよ。そして、それができる者は、並外れた力を持っているに違いない。でも、この情報からじゃ、なんでこいつの血縁者が、この世界の人なのかを説明できないな。一つ特筆すべき点があるわ。私の知る限り、ファディの情報システムにおいても、彼らはあなたの血縁者を降臨者の範疇には含めていないということよ。降臨者ってなんだ？
そんな概念初めて聞いたぞ。私が神の心でファデューと一体何の情報を交換したか、あなたも気になるはずよね。その中の非常に重要な一部こそ、この世界の降臨者、この世界に属さない外来的存在のことよ、旅人。あなたはテイワットの第四降臨者なの。え？それってつまり、ファリュイの情報によれば、こいつの血縁者を除いて、これまでに三人の降臨者が他にもいたってことか？ええ、私が推測する限り、第一降臨者は今の天理だと思うわ。そして他の降臨者の存在についてはまだ時間をかけて交渉する必要がある。なんかとんでもない情報をいっぱい聞いた気がするぞ。でもこれら情報を教えても、あなたたちの抱える全ての疑問を解くことはできないのでしょう。知恵の神として恥ずかしい限りね。私も数々の疑問が心に残っていて、時間をかけて整理する必要があるわ。ええ、もう少ししたらあなたも出発してスメールを離れるのよね。私はあなたを待ち構えている運命にとても興味があるわ。観測されることができず、この世界に記録されることもない旅。前に運命は究極の知識だと言ったけど、あなたの未来は究極の運命ね。お前に出会えてよかったぜ、ナヒーダ。私こそあなたたちが来てくれたことに心から感謝しないと。さて、とりあえずお話はここまでにしましょう。今後また私に会いたくなったら、その時はあなたたちの夢に現れるかもしれないわね。